台湾との関係強化とは裏腹に、党内からは小泉局長の発言権の強化につながるのではという声も聞こえてきそうですあの青年局の台湾訪問が新たな日台関係の扉を開いたなと、これまで自民党青年局の海外研修には、10人前後しか国会議員は参加していませんでしたが、今回は33人と、過去最多となりました。